ラジオ DJ、 スタジアム DJ、 実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画は女子ワールドカップなでしこジャパンのライバルたち、コスタリカ女子試合予編。さあ、初戦突破しました。ザンビアに5対0の快勝となりました。なでしこジャパンの第2戦、コスタリカ代表戦についてのプレビューになります。コスタリカ代表についていろいろ紐解いていきますので、ぜひぜひ最後までご覧いただき、そしてよろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いいたします。それでは女子ワールドカップなでしこジャパンのライバルたち、コスタリカ女子代表編、レッツゴー。さあ、コスタリカ女子代表の情報さらっといきましょう。 FIFA ランキング36位、まあザンビアよりは上ですけども、日本にとってはまあ格下の相手になりますね。ワールドカップ出場回数は2回目、2015年が初出場で、前回大会出ていなくて今回が2回目の出場というふうになります。最高成績はね、まだ決勝トーナメントに行ってないというところでグループリーグ敗退となりました。国際大会の成績はオリンピック出場がないという状況になっております。ただ見てください、ゴールドカップね、まあ、最高順位は準優勝ということになっていて、弱すぎずっていう感じですね。はい、まあなでしこジャパンの、普通に考えればなでしこジャパンの方が上になるかなというふうには思いますけども、まあ侮れない相手、ここしっかりと勝って日本代表なでしこジャパンは決勝トーナメントを決められるようにしたいと思いますね。まあおそらくスペインがザンビアに勝つと思うので、そういった意味ではもう2連勝すれば決勝トーナメント進出が決まるんじゃないかなというふうに思います。ぜひぜひコスタリカ代表にも注目してください。というわけでコスタリカ女子代表の情報でした。さあ続いてコスタリカ女子代表のメンバーになります。まあ正直そこまで僕も女子代表メンバーコスタリカに関しては情報があまりないかなというふうに思います。まあメンバー見ても、まあそうですね、めちゃくちゃ注目の選手いるかって言ったらそうではないかもしれませんが、まあ侮れない相手なのでね、ここは警戒しなきゃいけないところもあるかなというふうに思います。まあ地元チームのアラフエレンセとかねが多くなってきますけども、サンホスであったりとかね、その辺が多くなってきたりします。で、まあゴールキーパーディフェンスということで、まあミッドフィルダーがね結構多いですね、登録的にはね。まあそういったのおそらく5バックでサイドの選手がミッドフィルダー登録されていたりとか、まあボランチの選手とかもそうなんですけど、前目の選手でウィングやる選手がミッドフィルダーに登録されていたりとかっていうところで、まあミッドフィルダーが多くなってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあチンチリジャとかこの辺はまあいいし、あとはラケル・ロドリゲスですね。はい、チーム名見てください、ポートランド・ソーンズ。はい、ということで杉田ひな選手の同僚となりますね。まあこうやってね、ちょっとねところどころにねいいチームに在籍してたりとかねするんですね。でおそらくまあスペイン戦のことを考えると、スペイン戦と同じフォワードで来るんだったらサラスが入ってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね、モンテレ。でね、ハテナになってるところは、例えば契約満了で今シーズン終わったりとかして、次が決まってなかったりとか無所属であったりとか、あとね情報があまり少ないっていうところもあります。といった意味ではザンビアとしてもしかしたらちょっと不気味なところがあるかもしれません。というわけでコスタリカ女子代表のメンバーでした。さあというわけでグループ C 順位表見ていきましょう。まあ見てください、日本が1位と2位がスペイン、そして3位がコスタリカ、4位がザンビアというふうになっております。まあこれで日本スペインが勝てば決勝トーナメント進出が決まるというところになります。まあ大量5得点最高かと思いきやドイツがもっとゴール取ったりとか、ブラジルもねゴール取ったりとか、めちゃくちゃそういった意味ではまあ本当にグループリーグの中ではサイド得点になるのかなと思ったら、まあ上には上がいるとか、まあね、いろいろ組み合わせ的なこともあったりとかねしますから、それはしょうがないかなというふうに思いますが、まあ、勝ったことが、勝つことがまず一番であります。でコスタリカが3位ということで、2強にしましょうよ、ね、日本がコスタリカに勝って、でスペインとやってスペインにも勝って1位通過でっていうのが一番理想なんじゃないかなというふうに思います。そういうわけで現在のグループ C の順位表でした。さあワールドカップ展望になります。コスタリカですね。はい、コスタリカなんですけども、まあスペイン、日本、ザンビアということで、日本戦がまあ2戦目に来るというところで、まあコスタリカにとっては第2戦超重要、というのもスペインがやっぱりね、スペインに負けてますから、そういった意味ではやっぱり引き分けではなくコスタリカは勝たないといけないところ。まあザンビアとスペインがやるっていうことを考えると、コスタリカは絶対に日本戦は負けられないというところで、逆に日本がこれコスタリカに負けてしまうと最後スペイン戦なので、逆にピンチになってくるというところが
あります。まあ引き分けでも良くないですよね。まあ引き分けだったらまだ日本の方がね有利っていうところはあるかもしれないですけども、最後日本対スペインですし、ザンビアコスタリカだから、まあちょっとねその辺は日本は引き分けたくないところなんじゃないかなというふうには思います。グループ C1 位、グループ C2 位どこになるのか、まあこの第2戦で決まるかもしれません。コスタリカの基本フォーメーションになりますけども、まあ上に書いてある通り、これスペイン戦のフォーメーションになります。スペイン戦見てみると、まあこれあんまり僕の中では参考にならないんじゃないかなっていうふうに思います。というのもスペインが強すぎるので、そういった意味では楽に崩してた部分もありますけども、スペインもスペインでそんなに本調子じゃなかったかなっていうふうに思います。第1戦に関しては。まあちょっと初戦の硬さもあったりとかっていうところで、もうあと2、3点取れたところをコスタリカに相手にスペインが全然取れてなかったなっていうところがあったりします。でもやっぱり周りの選手めちゃくちゃすごかったし、そういった意味ではまあ日本もそんなに点取れた相手じゃないかなというふうには思います。まあ5バックで守備の時にはもうガチガチに後ろを引いて守ってきます。まあその5バックを崩したスペインがさすがだなというふうには思いましたが、まあこの5バックがおそらくまた出るんじゃないかなっていうふうに予想されます。まあもしかしたら日本戦でちょっと変えてくるところもあるんじゃないかなというふうに思います。本当にまあ堅守速攻のカウンター型で一発を狙ってくるようなチーム、そういった意味ではまあザンビアと似てるようなところがあります。まあなので前のサラスを注意であったりとか、あとはまあビジャロボスですよね。この10番の選手が結構ドリブルが上手いんですよ。でドリブルが上手くてここで持ってかれちゃうとカウンターで一発食らうみたいなところもあったりするので、この辺のパスであったりとか、それからドリブル、この辺警戒しなきゃいけないなっていうところかなというふうに思います。だから日本で言うとやっぱシャドウの2人、それから長谷川選手、長野風花選手、この2人がおそらくボランチとしてスタメンになると思うので、その2人がおそらくこの2枚をアルバラートと、ビジャロボスを抑えるような役割になるんじゃないかなっていうふうには思っております。まあまずは守備から入るチームなので、日本に対して守ってきて、しっかりと守って0点に抑えてきて一発を狙うっていうところが狙ってくるところなんじゃないかなっていうふうに思います。まあスペインに圧倒される守備が崩壊っていう感じになりましたけども、まあ日本もその守備陣を崩壊していきたいと思います。はい、絶対できます。はい、というわけでコスタリカのスペイン戦のフォーメーションプラス日本戦戦術になりました。さあコスタリカ代表注目選手発表していきます。ミッドフィルダーグロリアーナビジャロボス選手でになりますね。デポルティボサプリサ、地元のチームになります。18試合3ゴール0アシスト、代表通算成績まだ23歳の選手、確かね15か16かなんかでコスタリカ代表デビューしてて、めちゃくちゃ将来有望視されているコスタリカ代表の選手になります。まあ、ミッドフィルダーボランチに位置することが多いですね。この選手見てみますと本当に類稀なテクニックの持ち主で、スル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 ヌルヌルドリブルのような本当に吸い付くようなドリブルが特徴的です。まあ、中島吉野選手みたいな、中島吉野選手は左サイドですけども、まあ中で中島氏の選手がスル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 ドリブルで抜いていくような感じだと思います。まあ、そういったドリブラーはウィーリーガーの選手もいますし慣れてると思うので、そんなにめちゃくちゃ要注意かって言ったらもしかしてそうじゃないかもしれないんですけども、注目した方がいいかなというふうに思います。狭いスペースでドリブルするのがすっごい上手い選手、ドリブルってやっぱり例えば逃げていくようなドリブルが多かったりとか、サイドで得意な選手が多かったりとかっていうふうにしますけども、この選手本当に真ん中で勝負できるドリブラーですね。なのでまあ日本代表で言うと男子だったら鎌田大地選手とか、そういうようなこうペナルティエリア内でドリブルして勝負できるような選手、狭いスペースでも関係ないようなガッてディフェンダーが集まってきてもそこをスル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 抜けるような、ね、ワンタッチ抜けたりとか、南野拓実選手みたいにね、ああいうようなことができたりする選手でありますね。まあ、ボランチでゲームを作ったりもするんですけども、本当に前線に積極的に顔を出して決定的なパスを出す選手ですね。まあ、コスタリカ代表5バックで優勝を守るので、そういった意味ではやっぱボランチの選手がプッと上がっていきやすいで、上がってくるところを抑えたいっていうところが日本代表かなというふうに思いますね。で決定的なパスを出せる、そして最大の魅力はドリブル、ゴール前まで本当持っていきますので、そういった意味ではこの選手は持ち込ませたくないところかなというふうに思います。というわけでコスタリカ代表の注目選手はグロリアーナビジャロボスでした。日本代表なでしこジャパンコスタリカ戦の予想メンバー見ていきましょう。まあザンビア戦から一人変えるかなというふうに予想になります。まあ植木選手だと僕は思っております。まあフォワードはちょっとここ変えながらやっていくんじゃないかなというふうに思います。もちろんね田中美奈選手実質ザンビア戦3ゴールですから、まあもちろんいいんですけども、まあ今後のことを考えたりとかしていくと、まあ植木理子選手なんじゃないかなっていうふうに思います。まあガチガチに守ってきて狭いスペースでっていうところを考えると、田中美奈選手よりは植木選手の方が個人技寄りになってくるので、個人で打開できる一発裏抜けがある狭いスペースでも決定的なパスが出ればそこで抜けることができる、藤野青葉選手、宮澤ひなた選手との連携もあるというところでは、まあコスタリカ戦もしかしたら植木選手が先発になる可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ植木選手の決定力で、やっていきたいなというふうに思いますが、まあそこは
もしもう今日ダメだなと思ったら植木選手に変えて田中美奈選手でもいいんじゃないかなっていう感じはね、はい、します。まあちょっとザンビア戦ができすぎて結構良かったし、相手に本当に一本もシュートを打たせてないっていうところで完璧だったので、ディフェンスも変えないと思いますし、ベースは本当に変えずにいくんじゃないかなっていうふうに思います。長谷川長野のこのラインがバランスが非常に良くて、センターラインも本当に安定してきたんですね。で、石川選手の台頭でもうあれだけザンビア相手にバンダをあえて封じた石川選手が対人強かった、めちゃくちゃ対人がアップした、すごい短い期間で伸ばせたっていうところでは、これは本当にかなりの収穫だと思います。だからもうコスタリカ戦で決める気でいるんで、コスタリカ戦で決めて、まあ、スペイン戦、まあ、ターンオーバーしないする可能性わかんないですけども、もう本当にコスタリカ戦で決めてちょっと主力を休ませるぐらいのスペイン戦いいんじゃないかなというふうには僕は思ってます。もちろんスペイン戦勝つのが最もなんですけども、やっぱり狙いは優勝ですから、そういった意味ではあの優勝の仕方を知ってる監督ですよ。 U20 で優勝を知ってるし、そして決勝まで2回行ってるしっていうところで、池田監督はそういうところを考えてるんじゃないかなと思います。というわけでコスタリカ戦の予想メンバーでした。さあコスタリカ戦、なでしこジャパンのキーマン発表していきましょう。ミッドフィルダー藤野青葉選手ですね。まあ右シャドウで先発することは予想されます。まあ引いて守備をすることを予想定されます、コスタリカなので。まあ狭いスペースでも個人で打開できる選手が重要になってくるということで、まあ宮澤選手、藤野選手合ってますし、まあ真ん中植木理子選手が来るんじゃないかなというふうには思っております。まあそういった意味ではいろんな連携を考えて藤野青葉選手が来てもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあというかキーマンとして挙げさせていただきました。まあゴール前でやっぱり仕掛けて、最初のザンビア戦も良かったじゃないですか。サイドに流れてサイドからクロス上げたりとか、まあアシストしましたけども、ああいったところは結構チャンスになると思うので、まあただあれがサイドが打開できないなって考えた時に、中で勝負する力も藤野選手があるので、そういった意味では藤野選手が一番のキーマンになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ5バックなので横はもう相手足りてると思うんですよ。だから流れるというよりは中で受けて、それこそベレーザでやってたようなインサイドハーフの動き、そういったところを僕は期待したいなというふうに思います。ゲームを作りながらペナルティーエリアに入って自らもシュートを打ちに行く、ゴールを決めるっていうところを見たいなっていうふうに思います。ザンビア戦のプレーを見せてたら、僕はコスタリカ戦も活躍できるなっていうふうに思いますし、ワールドカップ初ゴール期待しましょう。というわけでなでしこジャパンのキーマン藤野青葉選手です。さあ女子ワールドカップなでしこジャパンのライバルたち、コスタリカ女子代表編以上になります。さあまあ次で決勝トーナメント進出が決まる可能性あります。同時生配信やりますので、ぜひぜひ皆さんご注目ください。コスタリカ戦も一緒に応援していきましょう。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いいたします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。